どうも、勝手に電力 2.0 始めたいと思います。今日はですね、少しリース会社で面白い取り組みをしている会社があったので、その、ことについて妄想してみたいと思います。そのところはですね、不要総合リースさんのところなんですけれども、まあ、こちらの環境戦略っていうのが結構ある意100を宣言されたこともあってですね、面白い環境戦略などで少しお話をさせていただきます。まず、左上のところの図になるんですけれども、この環境エネルギー事業っていうのをですね、常にこの会社の位置づけとしては、もう収益パフォーマンスも上がってくるだろう、かつ、その破壊的イノベーションが必要となるような、ビジネス分野になってくると、相当そういう意味では、今後の新しいものとして期待されているような分野なので、このエネルギー事業には力を入れているのがよくわかると思います。で、まず下にいてですね、この環境事業で何をしているのかというところなんですけれども、まあ、基本2012年からですね、ずっとフィットの制度がありますので、固定買取価格買取制度で、高く買ってもらえるので収益性がいいので、まずは太陽光の発電事業ということで、まあ、それを順次ですね稼働させているという状況があるんですけれども、まあ、この2020年に向けてですね、抜本的な見直しが行われるので、まあ、それに対してそのフィットが終わった後、ポストフィットの取り組みとして、やはりですね、自家消費発電というところに取り組んでいったというところと、まあ、基本的にはその次に蓄電池というのが出てくるので、蓄電池と自家消費というところ2本立てで取り組んでいるのが見えると思います。それで右上にいてですね、まあ、実際にそれ以外に何をしているか、こちらどちらか事業としては太陽光にしては、自家消費型と蓄電池というところだったんですけれども、まあ、ファイナンスの会社ではあるので、まあ、ファイナンスとしては再エネ 100% というところに対して、まあ、グリーンボードという形で再エネ 100% を広げていくと、これはある 100% をやっていく企業を支援していくというファイナンスプログラムをやっているので、これが今後どういうような形で使われていくのかっていうのは楽しみな部分でありますし、あとはその PPA サービスっていうところはまさに自分たちの事業として、もともとですね、例えば太陽光発電所をリースで貸し出すっていうのも、もちろん第三者所有というモデルなんですけれども、まあ、ある意味それをさらにグリーン電力供給というサービスに立て付けてやっていくようなとこというのは一歩踏み込んだ形になるのかなと思います。まあ、実際に右下を見ていただきたいんですけれども、まあ、立ち位置がどうなっていくのかというところが少し面白くてですね、まずはリース事業として物貸しというところでやってたところがですね、実際にさらに、プロジェクトに対してですね、ファイナンスをしていく融資等デッドを入れていくような流れから、最終的には事業参画ということで、まあ、エクイティを入れていくような形で参画度がどんどん進化している。で、最終的には自分たちが事業をサービサーとしてやっていくような PPA サービスというところまで、たどり着いているのかなと思います。まあ、リース会社もですね、やはりリース資産で貸し出していくというところが差しっていくところと、まあ、今金融緩和でですね、融資の方も安いので、なかなかリース事業というのは難しい中での取り組みなのかなと思われます。あともう一つ個人的に少し面白そうだなと思うところはですね、まあ、実際に、ジョルでやっているの、航空機でやっているようなオペレーティングリースのような、まあ、節税サービスにつながるような、金融の商品の立て付けというのはできないのかなと。まあ、できるとすると、実際に、まあ、リース債権ある、例えば EV だとかに関しても、 EV をリースする際にそれに対する損金というところが、まあ、匿名組合等の立て付けの中でですね、投資家に対して節税効果があるような商品ができれば、さらにそれが加速するんじゃないかなと思うので、ぜひ検討してみてもらったら面白いかなと思います。以上です。